それでは早速お呼びいたしましょう。 FC 岐阜応援隊 SK48 の皆さん、ステージの上にお願いします。はい、今シーズン最後の SK48 のステージとなりました。よろしくお願いします。お願いします。それでは改めて自己紹介をお願いします。はい、 MC 岐阜応援隊隊長の北野るかです。お願いします。はい、 MC 岐阜応援隊副隊長の太田彩香です。よろしくお願いします。はい、 SK48 の小堀明です。よろしくお願いします。お願いします。はい、 SK48 の太田竜希です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今シーズン最後の重なるステージっていう風になったんですけども、はい、大谷さんと赤堀さんは今シーズンはこちらのステージ初めて、はい、ね、はい、来てみていかがですか？なんかすごい温かいなと思って、うん、全員、皆さんがね、そして緑が多いなと、そうですから、ね、目に優しいですね。はい、はい、そうですね。大谷さんいかがですか？ま、2年前に来たんですよ。あ、はい、けどやっぱり変わらずアットホームな感じというか、なんかすれ違ったらおーみたいな、おやっぱりあ、ここらしいなってすごい楽しかったすごい。じゃあ2年ぶりのこちらのステージなんですね。はい、はい、ようこそお帰りなさいですね。ないまです、はい、では北野さんと太田さんは本当にたくさんこちらのステージ出ていただいたんですけど、はい、今シーズン通して何か思い出に残っていることとか、なんか印象に残っていることありますか？でもなんか振り返ったら、あの去年よりもやっぱ来る回数が多くて、なんかよりこう SKE のファンの人とサポーターの方がこう距離が縮まって、みんなでこう一緒に応援してるっていう感じが今年は感じれて、すごく私自身もなんか楽しかったし、なんか今年1年がもう印象に残ってます。結構あの規制が去年はね、はい、まあ、ちょっとコロナウイルスとかの関係で厳しかったんですけど、はい、ちょっとだけ緩和されて、はい、お客さんとの距離もね、うん、近くなってとても嬉しいですよね。はい、はい、太田さんいかがですか？いや、そうですね、まあ本当に毎シーズンこうやってステージに立たせていただくと、こうやって目の前にはたくさんのファンの皆さんとかサポーターの皆さんがこうやって私たちのステージをこう見てくださるのがすごく嬉しいなって思いますし、なんか去年に比べて本当にたくさんの方がこうやって来てくれるのか、来てくれたのかなってすごく思うと本当に嬉しかったですね。はい、本当に温かいサポーターの皆さんに囲まれてとても楽しい1年だったなと思います。はい、最前列の方って本当に毎回来ていただいてますよね。ありがとうございます、はい、しかもね、可愛く写真も撮っていただきたいね。基本ないので、あんまりそうね、ファンの人はなかなかないので、そう、ファンの人もなんかこの MC 岐阜のイベントがあるたびになんか生き生きしてるんですよ。よっしゃみたいな、撮れるぞみたいな。そう、なんかあるファンの方はカメラをわざわざレンタルする方もいて、そう、ありがたいなと思って、本当に、ね、なんか購入したよって方ももちろんいましたし、なんか私たちのためにこうやってねしてくださるのはすごく嬉しかったですね。ツイッターとかで重なるステージって検索すると本当に皆さんの撮ったお写真たくさん上がってるので、本当にありがとうございます。皆さん嬉しいですね。ステージでもいろんな企画をやってきたんですけど、なんか印象に残っているものとかありますか？そうでも基本的にあの食べれるのは嬉しいよね。まあ、毎回よくあのスケジュールが前日送られてくるんですけど、毎回、はい、今日ね、あの明日何かなって話したりするんですよ。私はすごい激辛料理を北野さんがすごい一生懸命食べてくださったのが印象的ですね。そうですね、そういうのもやっぱ挑戦できるのもここならではだと思うので、はい、ね、あと岐阜グルメを堪能できるのもすごく嬉しいし、めでたい村もね、こんなたくさんあるので、うん、毎回ね、自腹でちゃんと自腹ですからね。ちゃんと楽しんでます。ちゃんと購入いただいてるんですね。はい、ぜひね、赤堀さんも大谷さんも次来た時はね、スタジアムグルメとかもぜひ買ってみてください。さっきね、ルカさんに飛騨牛コロッケ、ごちそうしていただいて、そうなんですか、先輩、すごいですね。あなたはあのしっかり返してください。なんで、なんで、いやいや、美味しそうやな。
美味しかった。美味しかったね。本当にスタジアムグルメたくさんあるので、ぜひ皆さんも回ってみてください。はい。では次の質問に行くんですけども、はい、次ですね、今日ホームゲーム終了後に参加者セレモニーを実施する予定なんですけれども、はい、今 SK48 の皆さんが感謝を伝えたい人って誰ですか？このいろんな関係、もう何でも大丈夫です。11月です。おー、お疲れ。どういうこと、どういうこと、11月ありがとうぐらいの季節じゃないですか。マジで、どういう違う、初めて聞いたんだけど。嘘、本当ですか？そうなの、寒いし、みたいな。あ、わかりません。ちょっと寂しいか、なんかあったのかな。今年終わりそうじゃないですか。確かに、それも含めて、ありがとう、それがどうそうなっている。わかんないけど、そういうこと、そういうこと、そういうことね。そんなカホリさんとかいますかね。私は、SK48 のチームSにっていうチームなんですけど、そのメンバーにありがとうって言いたいです。いいよ。あ、チームSです。いいよ、仲間が。あと、なんかいつもなんか、なんていうんですか、めちゃめちゃ先輩なのに仲良くしてくれるんですよ。本当に手を見てますもんね。本当にありがとうって言いたい。ありがとう。ありよ。だからチームエースのメンバーに言いたいですね。いいですね、チームへの感謝。はい、そんな感謝されてる大谷さんはどなたか感謝伝えたい方いらっしゃいますか？そうですね、もう出会ってくれ、今年出会った人みんなにありがとう。広いな、雑だな。まだ11月です、ね、まだ11月ですけど、まあ、これから出会う人にももちろんありがとうなんですけど、まあ、一応今までこの11ヶ月通して、まあ、しゃべってくれたりとか出会ってくれてありがとうみたいな感じで。そうね、皆さんに、皆さん本当に含まれます。ありがとうございます。はい、いや、とっても素敵だと思います。はい、じゃあ北野さん、太田さん、いかがですか？いいですか、どうぞ。私は北野瑠華さんです。何急に。やっぱり岐阜の活動するのもそうですし、まあ、チームで動くってなんでも、まあ、基本大体こうそばにいてくるのはルカさんなので、すごくルカさんがいるかいないかでこの安心感というのが本当全然違って、はい、ちょっと恥ずかしいね。最後まで言って、聞かせて聞かせて。安心感が本当違って、本当になんか、まあ、本当に基本頼ってばっかなんですけども、なんか困った時にすぐ助けてくれるので、本当にいつもありがとうございますって感謝を伝えたいなって思います。なので、本当に私より先にやめないでください。私より先にやめないでください。それは分かんないですけど、この間10周年、あ、そうなんですよ。そうだ、ロッキー10周年です。はい、SK48 のオーディションに合格してから10年が経ちました。すごい。すいません、なんか私監督すが、はい、もうベテランの域に入ってきてるんですけども、まあ、卒業いつするかわかんないですけど、一緒にね、こうやって岐阜の仕事をこうするまでする、うん、し続けるからには一緒にね、こう支え合ってこれからも頑張っていきたいなと思うので、はい、こちらこそよろしくお願いします。なんかすごい感動会ね、素敵。なんかね、これで終わる？なんかと思った。それでじゃあお疲れ様でした。そんな北野さんとかですか？私はですね、まあ、メンバーだったりファンの人はもちろんなんですけど、今年はちょっとサポーターの方に感謝の気持ちを伝えたいなって思いますね。おー、なるほど、はい、例えばどんな感謝ですか？あ、でも、本当去年に比べてさっきも言った通り、なんかこう距離が縮まって、サポーターの方がこう SKE のライブだったり、なんか劇場公演にこう足を運んでくださることが増えて、そうなんですね。なんかサッカーだけじゃなくて、ここで会うんじゃなくて、もう名古屋だったりいろんな場所でこう出会える機会が増えたりだとか、あと本当に私のアイドルとしての活動も一生懸命応援してくれる姿がすごくツイッターとかでも感じれて、私はそれがすごく励みになったので、来年またこうやってサポーターの皆さんと出会う機会があるかどうかはちょっと分かんないですけど、またね、なくてもあっても皆さんとの関係はこれからもね、築いていけたらいいなと思いました。素敵ですね、もうさすが応援隊長。ありがとうございます。本当にサポーターの方、皆さんあったかいのでね、
してステージやりたいですね。はい、ぜひお願いします、はいはい、ぜひ重なるステージあった際は来てください。はい、はい、それでもね、今日最後のステージになりますので、はい、最後にちょっと下に降りて記念撮影をしたいなと思いますので、はい、ぜひね、皆さんもカメラレンタルされてる方もいらっしゃると思うので今しかないよ、使うの。はい、ぜひ下の方でね、近くにお写真撮ってあげてください。もしもし、もしもし、今どこにおる？ではですね、はい、正面と右と左でお写真撮っていこうかなと思いますので、はい、今シーズン最後の SK48 のステージになります。今、お写真撮ってください。それでは正面のお客様に向かって、はい、ポーズ。ステージやったとこ分かる？外のステージやってるところ。ステージ上。はい、カウントします。10、9、8、7、あ、いや、いいか、いいか、いいか、追ってそこに3、はいはい、2、1、はい、ありがとうございます。それでは右側のお客様に向かって、はい、ポーズ。はい、カウントします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。続いて左側のお客様に向かって、はい、ポーズ。はい、カウントします。10、9、